ノイエン・キルヒエンは、ドイツ連邦共和国ノルトライン・ベェストファーレン州、ミュンスター行政管区のシュタインフルト軍に属す、マチソンである。ノイエン・キルヒエンは、ノルト・ベェストファーレン州の北西端に位置し、ニーダーザクセン州と境を接している。トイトブルクの森の西の新脈であるティーベルクが長域を、東西に横切っている。ここに、長域の最高地点にあたる海抜84。 メートルのデルパーベルクが位置している。南から北に伸びるミュンスターラントされ機体が、街の西部を特徴づけている。このザー,アーレ表記の堆積物に沿って、多くの松林やかつての春節湖が存在する。中でも広さ50ヘクタールのオフルマー税は、ミュンスターラントの公園風の光景を保管し、レジャーに利用されている。フリッシュホーフバッハ川が、町域の南部をエムス川方向へ流れている。 町の南西部には、デュスターバッハ川が北西に向かって流れており、マックスハーフェンとオフルム集落との間でシュタインフルター,アー川に合流する。町の中心付近でバムバッハ川とオフルマーリン川が湧き出している。バムバッハ川が東のエムス川に向かって流れるが、オフルマーリン川は西に向かい、シュタインフルター,アー川に注ぐ。ノイキルフィエンは、北東は、ライネ、南東は、 エムスデッテン、南は、シュタインフルト、西は、ベットリンゲンと境を接する。北は、ニーダーザクセン州の町ザルツベルゲンと接している。現在の町の中心部の名称は、元はスナドウィンクル、またはスナドウィンコラであった。これは、おそらく、シュニトウィンクルイコール、広角を意味しており、ブルジバントとスコピンアウトの間にあたる立地に由来する。当時スナドウィンクル村は、 政治上及び教会上を来年に属していた。かつてのスネト・ビンケラ実家学校や現在のスネト・ビンケル通りがこの名前を冠している。最初の文献記録は1247年に見られる。この文章でミュンスター市教ルドルフはスネト・ビンケルに新しい教会の建設を許可した。これがノイ・エンキル・ヒエンという地名の由来である。他の地図に記載された。 ニー・イン・チャーキンという名称からは、現在の方言名、人気アーカンが生じた。この最初の教会の集落には、その後少なくとも2台の後継教会が建設された。現在の聖アナ教会は、アンダーナッハのマリエン教会やマリアラーハ、修道院教会をモデルに1896年から1899年に、ネオロマネスク様式で建設され、 カトリックの教区教会として利用された。1975年1月1日に、旧名図部町の小さな一部と来年のエムスサガンが、ノイキルヒエンに合併して、町域は拡大した。聖アナ教会住民の大多数が、ローマイコールカトリックを信仰している。教区組織は聖アナの名前を冠している。町の景観を形成している聖アナ教会と、 ザンクトアルノルト地区の西洋ゼフ教会は、この教区組織に属している。また、アントニウス修道院で、定期的に礼拝が行われている。この町の福音主義住民は、エムスデッテナー通りの温庁教会で礼拝を行っている。近年、主に移民のため、聖教徒信者や、ムスリムもいる。ノイエン・キルヒエンの、町役場ノイエン・キルヒエンの町議会は26、議席からなる。 名誉職時代、仙人町長、ノルトベストファーレーン州の軍の行政改革に伴い、1999年に、ゲマインデディレクトールの職は廃止された。この町は1939年から紋章を使用している。ズンガラ、波状の分割線で斜めに、赤字と金字にに分割。上部は束ねられた三本のまっすぐな金の穂。下部は斜めに置かれた赤い碑。 解説、この町の紋章は、現在も町内に残されている、マックス・クレメンス運河の位置を示している。さらに農業と地元の宝石産業を表現している。赤と金の配色は、丘陵種のシュタインフルト博の紋章に由来する。オランダのヘンゲローとの姉妹自治体関係は、この町がブロンクホルスト市に合併したことで解消された。上水道は、 ノイ・エン・キルヒエン町施設局 GMBH によって運営されている。ノイ・エン・キルヒエンには3つの大きな商工業地区がある。いずれの地区においても2014年に光ファイバーによる高速インターネット網が整備された。北部商工業地区北部商工業地区はライナー通りとザルツベルゲナー通り沿いに位置している。この地区内にはディーゼル通りが通っている。ディーゼル通り沿いには 町のリサイクル施設がある。2013年からこの商工業地区の第四期拡張工事が行われている。ザルツベルゲナー通りの西には、ダイムラー通りとジーメンス通りが通っている。南部商工業地区のイエンキルヒエンの最も古い商工業地区で、連邦道 B75 線、エムスデッテナー通り、ブルクシュタインフルターダムに面している。この商工業地区内を、エルレン通り、 エッシェン通り、ウルメン通り、アムバムバッハ通りが通っている。ザンクトアルノルト商工業地区この商工業地区はザンクトアルノルト地区のエムスデッテナー通り沿いに一致している。2014年から南側の拡張工事が行われている。学校、ノイエン・キルヒエン聖アントニウス幼稚園幼稚園、ノイエン・キルヒエンには幼稚園が9園ある。 西洋勢不幼稚園及びコラレンリフ幼稚園はファミリーセンターでもある。ノイエンキルヒエンで特筆すべきはすべての幼稚園が加盟するファミリーセンター組織網の存在である。修道 L580 号線の起点と連邦道 B54 号線が交差する環状交差点道路連邦道 b 7十号線は自動車道路としてこの町とその北を通るアウトバーン A30 号線と 結んでいる。さらに、南方面では、修道 L580 号線と、連邦道 B54 号線が、アウトバーン A1 号線及び A31 号線に接続している。バスバスは、ミュンスターラント地方交通によって運営されている。以下の路線がある。鉄道7キロメートル離れた、来年駅から、ドイツ鉄道の鉄道網に接続する。 船舶もよりの内陸港は、ライネにあるドルトムントエムス運河の港である。この港へは、B70 号線及び A30 号線経由で20分で到着できる。航空もよりの国際空港は、グレーベンのミューンスター、オスナブルック空港である。約 25km の距離にあり、自動車で約20分で到着できる。オフルマーコカボチャ祭交流センター。 ビラヘッキングタンツコルプス、ローテ・フザーレンのイエン・キルヒエンこの街の看板とも、言うべき、連邦中で有名な団体が、タンツコルプス、ローテ・フザーレンのイエン・キルヒエンである。50年以上前から存在する、この団体は、シャニクサイのダンス競技会で何度も、ドイツチャンピオンになっている。直近では2018年にも優勝している。 スポーツクラブこの街には二つの大きなスポーツクラブがある。スースのイエンキルヒエンとトゥースザンクトアルノルトである。サッカーのイエンキルヒエンで最も有名なサッカークラブがスースのイエンキルヒエンである。その第一チームは2012年から5番目のリーグであるベストファーレンリーガに参加している。ホームゲームはバルトスタディオンで開催される。このクラブには バドミントンや卓球など、その他の競技部門もある。ザンクト・アルノルト地区には、トゥース・ザンクト・アルノルトがあり、サッカー部門や、その他の競技部門がある。その他のスポーツ種目、オフルマー湖畔のトリヒター等レギオナーレ2004、プロジェクト、シュプルング・ユーバー、キース・バンク、オフルマー湖畔に、湖畔の遊歩道、水浴場、展望台としてのトリヒター等、ジョギングコース、周回遊歩道、 古畔のカフェ、遊戯場、運動場が設けられた。近くの天然屋外プールへ続く道も整備されている。レギオナーレの枠組みで、考古学的な発掘作業が行われた。ベドノルツの成果これらの文献は、翻訳元である、ドイツ語版の参考文献として挙げられていたものであり、日本語版作成に際し直接参照してはおりません。キルメスは、 協会会期祭を起源とする民族祭である。ニューインチャッチェン。P3。2019年6月29日閲覧。ベボケルウングでアゲメーンデンノードラインウェストフリンズ。AM31。デトセンバー2020。フォアチャシュレイバーングでベボケルウングスシュタンズ。アウフベーシスでゼンススフォーム9。マイ2011。メガボルト。セリエツムドーパーベルク。エインゲッシェンクでヒマルス。 2014年11月5日時点のオリジナルより、アーカイブ。2019年6月29日閲覧。マーチン・バナーマン、ハインツ・コスリング、ライ・ゲメーンデン・ウント・クライザ・ナー・ハデア・コモヤ・ナラン、ジー・バイ・ジーズ・リフォーム・イン・ノード・ライン・ベスト・ファーレン、ケルン、ドイチャ・ジェメイン・デ・バーラグ、ISBN 978から3から555300924。 コミューニルワラ2014 in NRW ウアールズデンラトンデアクレイセンジェホリッチンシュテタウンとゲメエンデンニューインチャーチェン2019年6月29日閲覧バスリニー R80 インチャーチェンファープラン,ンシュトレカ2019年6月29日閲覧バスリニー182ライナファープラン,ンシュトレカ2019年6月29日閲覧 バスリニー184入院チャーチェンファープランシュトレカ2019年6月29日閲覧バスリニー185入院チャーチェンファープランシュトレカ2019年6月29日閲覧プロブビトリーブレッツテアーファーンフォアデムスタートデリーニューエンビトリーブスサマルンバーガーバス入院チャーチェン EV2019 年6月29日閲覧 ビラ・ヘキング、ゲマインデニューインチャーッチェン。2019年6月29日閲覧。ファミリアントセントラムニューインチャーッチェン、ネツベク。2019年6月29日閲覧。トンツコーローテフサレンニューインチャーカン EV。2019年6月29日閲覧。ありがとうございます。